テンプスラムチャンネル始まりました。よいよ。テンプスラム吉山です。どうもジョーキーです。おいしい。本日は新人福岡鷹選手紹介。福岡の鷹といえばもうね、そう。ホークスみたいな。ホークスじゃん。なっちゃいますけども。村松有と？なんでその古？柴原ような。古いその大英時代じゃん。鳥越雄介とかね。大英時代の。全く分からん。バルディリスとかさ、松中、うん、知らない？井口、村上とかね。村上はもう いないな。うん、ヤクルトだな。いるんだヤクルトには、うん、村上。あ、その村上言ったわけじゃない適当に言ったらいた、はい、ということで福岡選手のプロフィールが、はい、じゃあ佐賀県出身、はあ、福岡県ではないけど九州だから、九州で福岡で名前は高、うん、高、まあ、親が絶対ホークスファン。ホークスファン説あるな、これな。23歳、若い。若いなぁ。521。ウイヒ。ウイヒ。ウイヒ。ウフイ。ウフイ。なんだそれ。うん、ちょっとようわからんな。はい、で、37期、うん。で、所属は飯塚。飯塚。ああ、まあ、佐賀から飯塚。所有者がペア。ペアってなんだ ?2人。2人。うん。2人、双子とか。で、身長が ?170.2 の。55。ちょっと激痩せだな。カリッカリだな。いやでも大きいね。まあ、大きい、ね、うん、どういう影響が出るんだろうな。で、血液型 A型、うん、で、星座が双子座。あ、ペア。そういうことかな。双子、そういうことなのか、うん、分かんない、うん、はい、音楽鑑賞はいらない。いらない。双子のように前を、ま、あ、なんか双子のように現れて前の後ろの選手を惑わすような選手になってくるんじゃないかと思います、うん、いらなかったねじ込んできたけど、はい、はい、趣味音楽、音楽鑑賞ドライブ、うん、なるほど。双子のようにねじ込んできた、うん、バイクと息の合ったライディングをするんじゃないか、うん、ああ、なるほどね。バイクと双子ってこと、うん、なんか吉田が言いたそうだな、双子のように二人いるかのようなブロック。いい、さっきちょっと似てるような気がするけど、俺が勝ちだな。一番いいな。まあ音楽鑑賞とドライブということで。はい。じゃあインタビューを。はい。はい、飯塚オート所属、37期の福岡鷹です。ここに来る前は、学生を3年間やってたんですけど、ちょっとコロナの、まあ、影響とかでちょっと経済的な面でちょっとやめちゃって、それでまあ1年間福井の方で、普通にお仕事、車のお仕事をさせてもらってました。加賀谷武明選手が目標です。やっぱこうフォームが綺麗で、足をゆっくり下ろすところとか、あとその雨の時に強くて誰も走らないようなコースで一着とか取ったりするところがとてもかっこよくて、自分もそういう風に走れるようになりたいなって思って、まあそうです、思ってるんで憧れの選手です。自分はやっぱ負けず嫌いな性格なんで、やっぱり同じ37期の同期の中でも、そのやっぱバイクに乗ったことある人とか、乗ったことない、自分は乗ったことないんですけど、やっぱりそういう経験者にも、まあ、負けたくないって本気で思えるぐらい負けず嫌いなんで、そこが強みだと思ってます。はい、やっぱり今まで親に、両親に迷惑かけてきたんで、最初の賞金は両親に使いたいと考えてます。競争社名はペアで、理由は僕の好きな食べ物が梨なんで、梨の英語でペアで、はい、ことでペアにしました。最初は何しようかなとか、そのいろんな言葉の意味とか調べて迷ってたんですけど、あんまりそんなに深く考えずに単純なのが逆にいいかなと思って、それにしました。全国で一番、まあ、S 級の1位になれるような、トップになれるような選手を目指してます。負けず嫌いな性格を生かして見応えのあるレースをお見せします。応援よろしくお願いします。なんか大学生だったけどコロナで中退して、整備工場から。コロナで中退したんだ、うん、でなんか整備で働いて、だから結構苦労人かも、うん、なんかコロナでその金銭面的に苦しくて、なるほどね、あの中退されたという、なんか漫画の主人公みたいな、で働いて、うん、養成所入ったってことです、うん、
なんかあの謎めいたヒロインに金稼ぎたいんだろうって言われたんじゃない？それゼニアだ、うん、確かにゼニアっぽい主人公っぽい生い立ち。ペアは梨、うんうん、梨、あ好きな食べ物梨らしい。ああなるほどね。えそこから来てると。え藤本理恵選手好き？梨江、梨江ちゃんけどなんか憧れの選手は香川選手。おおいいね。やっぱ被ってんじゃん。一緒じゃん。被るよね。さすがに俺だけあって被ってね。そうね。被るんだわ。チンコだけにしとけ。はい。高宗選手も。もう好き。なんか高宗選手を見て、うん、オートレースを目指すきっかけになったと。うん、そうなんだ。言ってるね。インタビューで賞金の使い道やみたいな。うんうん。両親に恩返しみたいな。おお。苦労人だな。なるほどね。まあそのやっぱ大学とかも。ね、中退されて、まあ、デビューされて、うん、まあ初勝利の後7連勝、はい、でその後、もう、また勝って8勝もされてる。おお素晴らしい。すごい普通的にね、うん、強くなるよこの人。いやーでなんかバイクに乗ったことないんだよね。そうバイクに乗ったことないって言ってたね。すごい、うん、強いんだな、うん、まあ、才能だな。だから才能開花したみたいな。高の目かな。でもその170センチあって、うん、なんかちょっとそのレーサーとしてはフリーな、あーそう、ね、の中で7連勝だから、うん、まあ、相当センスがいい。センスいいね。ちょっと本当に注目の選手、うん、だから朝倉選手と福岡選手、うん、そのなんか切磋琢磨してなんか強くなっていくんじゃないかと。いやそうね、うん、すごいわ。すごい37期は結構ね、うん、期待できるね。ね。はい、まあ、でも最近の新人強いからということでね。はい、福岡高選手の今後の活躍に期待していきたいと思います。はい、ということで本日の動画はこちらで終わりしたいと思います。この動画が良かったらまたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。